本日はテイクアウトでモスバーガーとケンタッキーの商品を購入しました。来たる再出勤の日に向けて気合を入れるために爆食いします。購入した商品を紹介します。モスバーガーのロースカツバーガー、ケンタッキーの和風チキカツサンド、そしてこれだけでは足りないのでスパイシーチリドッグ、さらにさらにケンタッキーのオリジナルチキン4ピースパックも購入しちゃいました。まだまだ食べますよ。そしてモスバーガーのサラダ、ケンタッキーのコールスローなどなど、いろいろとね、メロンソーダも購入しました。今日はとことん食べていきたいと思います。いただきます。まずはケンタッキーの和風チキンカツサンドから食べていきたいと思います。こちらはですね、甘辛系の甘いソースが印象的でした。まあ、ケンタッキーといえばチキンですのでね、これをチキンカツサンドとしてね、開発して世に送り出したっていうのは非常にアイデアとしては素晴らしいかなと考えております。勤務初日にね、憂鬱にならないためにも、気合を入れるためにも、ケンタッキーの和風チキンカツサンド食べたいと思います。非常にね、美味しかったですね。ケンタッキーの和風チキンカツサンドを食べた後はモスバーガーのロースカツバーガーをいただきます。メンタルの弱い自分に勝つ、忍耐力のない自分に勝つ、自分に勝つためにはカツを食べる、これに尽きるのではないのでしょうか。私マーシーはね、これまでね、節目節目にね、勤務初日が近づくにつれてカツを食べるという、こういう験担ぎでね、カツを食べるということをやっております。まあ、ただ結果はね、散々な結果に終わってますが、とにかく自分に勝つということを意識させるためにカツサンド、ロースカツバーガーを食べていきたいと思います。これからね、まだもうちょっと再び再出勤の日まで日にちが空いておりますので、しばらくの間はね、毎日外食をしていきたいと考えております。モスバーガーのロースカツバーガーはケンタッキーの和風チキンカツサンドとは違って、ソースに若干の酸味がありまして、大人の 味がするなといった感じです。私マーシはモスバーガー結構好きで食べるんですよ。モスかマックかどちらか選んでくださいって言ったら、私マーシーはモスを選びます。続きまして、ケンタッキーの和風チキンカツサンド、ロースモスバーガー、ロースカツバーガーだけでは足りませんので、続きましてはモスバーガーのスパイシーチリドッグを食べたいと思います。スパイシーチリドッグって昔ハラペーニョが 3個ではなくて4個乗っていた気がしたんですが、今回久しぶりにモスバーガーのスパイシーチリドッグを購入しましたら、なんとハラペーニョが3個しかないんですよ。確か昔4個あったような気もしたんですけどね。モスバーガーのスパイシーチリドッグって結構ね、辛いんですよ。ですけどこの辛さがね、病みつきになります。モスバーガーのチリソースみたいな、ソーセージに乗っているチリソースとハラペーニョ、チリソースがもともとピリ辛な上にハラペーニョは結構な激辛になります。続きましてね、ケンタッキーのオリジナルチキン4ピースパック、これはね、カーネルクリスピーもついておりまして、まずカーネルクリスピーから食べて
行きたいと思います。やっぱしケンタッキーといえばチキンでね、やっぱチキンはいいっすね。お腹にたまります。唐揚げもお腹にたまりますけど、チキン、まあ同じ鶏なのでね、結構この頃にはねお腹にたまってきてるんですよ。爆食いも後半戦に差し掛かりまして結構お腹に来ております。バランスを整えるためにモスバーガーでセットのサラダも購入いたしました。そしてねケンタッキーのコールスロー S サイズ、コールスローもなんか昔に比べてなんか小さくなったような気もいたします。ここ最近外食で毎日だいたい3000円も使ってるんですよ。ただねこの3000円を無駄にしないためにも次は絶対に出勤いたします。この3000円で出勤できるなら安いもんじゃないですか。これはね裏を返せば自分に対する投資ですのでね、どんどん食べていきたいと思います。初出勤もね大体あと数日後に迫っておりますのでね、どんどん食べて気持ちを前向きにさせます。限界まで食べます。本当に限界まで食べますので、限界まで食べることによって気持ちはかなり前向きになります。これは私マーシーが独自に編み出した前向きになる、出勤前前向きになる方法でございます。いただきました。これからも私マーシーを応援のほどよろしくお願いいたします。